肉体がこの世では大切であるから、肉体を傷つけたら苦しめたら、その守護神は、それだけの巡り王の座ぞ、霊霊と申して、肉体を苦しめてはならんぞ。今の人民とっておきの誠の里しないから、持っている里しを皆出してしまうから、上っ面ばかり飾りて、立派に見せようとしているから、いざという時には間に合わんのじゃ。上っ面しか見えんから、まことのことわからんから、神の言うことわからんのも、道理じゃな、立て直しの仕組み、立派にできているから、心配いたすでないぞ。立て替え伸ばしている神の心わからんから、あまり伸ばしては丸つむれに、悪の罠に落ちるから、とどめの一輪の蓋開けるから目開けておれんことになるぞ。早う知らせる人民には知らせてやれよ。まず7人に知らせと申してやろうがな。